はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。毎日 MTG 関連の動画をアップしています。よかったらチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。はい、久しぶりのデッキ紹介ですね。はい、8月はもうずっとドラフトやってましたんで、やっとはい、デッキ紹介ということで、まあドラフトでカード集めてたっていうだけなんですけど、はい、まあ一発目、まあいろいろ考えてたんですけど、まあ赤単から行こうかなと、まあ単色先攻めていこうかなということでね、はい、赤単試していこうかなと。まあ新しいカードはもう進化の英雄だけですね、今回は。はい、まあこいつがですね、非常に強いなと、まあアンコモンとは思えん性能でね、まあ熊野の代わりにね、マストで入ってくるカードになったのかなと。はい。1マナ11、20日ネズミ、兵士ということで。勇士、進化の英雄が各ターン内で初めてあなたがコントロールしている呪文や能力の対象になるたび、これの上にプライチカウンターを1個置く。これカウンターなのがね、非常に強くてですね。まあ、次のターン、単純に2-2になると。まあ、1回呪文唱えればね。あとこれ呪文じゃなくてもいいんですよ。能力でもいいのがね、非常に強いなという。ドラフトの時でもだいぶ暴れてましたね。で、これが死亡した時、これは各対戦相手にそれぞれこれのパワーに等しい点数のダメージを与える。まあ、ちょっとね、この下の、悪獣の能力に非常に似てるなという感じで、まあ、これを、例えば3-3で投げ飛ばしますと。はい。まあ、対象になって4-4になって、投げ飛ばして4点飛ぶと。飛んだ後にこいつの能力でさらに4点飛ぶと。はい。まあ、そんな感じのね、動きができる。まあ、悪獣と同じような動きができると。ただ、悪獣の場合はね、投げ飛ばしがなかったもね、こいつ、攻撃が通れば生贄に捧げてね、本体ダメージ飛ばすということができたんですけど、まあ、それはちょっとできないけどもってやつですね。なかなか、えぐい能力です。まあ、追放除去じゃないと、ここら辺はね、倒してもダメージが飛ぶんで、かなり厄介なんじゃないかなと思います。はい、一応これ、売券用に、黒割れの崖赤炭ですけど、入れてます。まあ、まあ、ラクドス入れても入れんでもいいんですけど、まあ、赤炭ということでね。はい。さあ、それでは、早速、やっていきましょう。はい、プレイ。対戦相手先行で、さあ相手に。結構痛いね。さだ。ターン終了。おお、えぐいえぐいえぐい。俺は死ぬ。
サダック。お、通してきましたね。で、ミリのダメージが入ってもどうしようかな。その方は無難な気がするな。それならギリ死ぬ。さあアタック。さあ本体ショック。ありがとうございました。さあ対戦相手先行。はい、7枚でキープ。さあ、総員の速走で殴っていく。さあ殴っていく。これはなんでだ？今のがちょっとわからんの。まあ、とりあえず焼く。まあ、行けるときに行っとこう。さあ、あと10点。さあアタック。さあ稲妻の一撃。さあ進化の英雄。
タイな硬いが、うん、そんなのでまずここに使って。サダックで、まあブロックさせて巨海の怒り、最後に投げ飛ばす。はい、対戦ありがとうございました。あまりが、あーどうしようかな。さあ苦渋からいきます。よくないね。確認しとこう。サダック。いや、めちゃくちゃきついな、これ。また、ここで一気にライフ削っていこう。サダック。いやだ、ルフィ。あーでもそうか。And you think you can win? そう来た時に、悩むね、これは。ですがひどい。さあ、あと9点。どこ何も動けんの、どぎついの。これ突っ込んで、とりあえずシェウルは倒せるんだよね。さあ、バック。と、ここ放置すると、2点、5点、8。そうか、放置されるのがきつかったが。さあ、稲妻の一撃。まあ、とりあえずライフ6でシェウル倒せたのでかい。コウモリか、つらいな。サダック、
だいぶハンデスにやられたな。サダック、この引きはラッキーにちょっとしとこう。さあ、あと3点。もう普通に稲妻の一撃を引いてほしいよ。惜しい、ちょっと違う。次6点食らうのがめっちゃ痛いぞ。さあ、あと1点。まあ、あれは状況だろうな。さだか届かんかった。はい、対戦ありがとうございました。遠かった。7枚でキープ。そうかね、言う。アタック。ターン終了。めっちゃ強くなるよ。どうしようかな。ただどうしてこないか。あと8点。
これでほぼほぼ勝ちですね。そうだ、もう投げたらよかったのか。さあ稲妻の一撃、はい、対戦ありがとうございました。振り頑張れって感じですね。さあ、じゃあ、おろすでしょうか。さあ、だ。さあ、だ。鳥を計画していきます。さあだ、悪獣出していきます。ターン終了。うせろ。白タンか。ちょっとクリーチャーって欲しいな。さあ殴っていきます。さあ魚介の怒り、ターン終了。ここでちょっと攻めてみますか。さあ稲妻の一撃。さあ大騒動。さあだ、はい、対戦ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。カタンアグロということで、まあ今回かなりね、なんかオーソドックスというか何も考えて組んでみたんですけど、どこだこいつだ、進化の英雄がやっぱりなかなかぶっ壊れて強いですね。うん、ドラフトの時も結構厄介でしたけど、構築はさらに強くなりましたね。対象取るたびに、まあまあ、各ターンですけど、1回だけですけど、ブライチカウンターが乗るっていうのがね、かなりえぐいですね。ただこいつ悪獣と違って最後投げんとダメなんで、売券もう1枚ぐらいあってもいいかもしれんなっていう感じです。まあ相変わらず鳥強いし。はい。そんな感じですね。あとはどうだろう。こっちが今16枚。まあ16枚、もう1枚ぐらい削って売券にするのか、罪なき憤怒とかこっち入れていくのか。まあ結構なんだかんだカードプール広いんで、ローテーションでね、結構落ちましたけど、それでも、なんかあんま使ってなかったカードとかが眠ってますんでね。まあ、絶対外せん熊野とかそこら辺なくなって、火遊びとかも落ちたんでね。まあ、その分使ってなかったカードがね、また採用されてくるのかなという感じで、まあいろいろ試していきたいなと思います。はい、まあそんな感じで今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。